沖縄県の皆さんにとってこう具志堅さんはどういう存在なのかっていう。いやい言ってる意味が分からないよ。<laughs> な 何具志堅さん以外の方に、えー、と具志堅さんの存在ってどういう存在ですかっていうイメージとかねそういうのをじゃあ奈々 <laughs> さんお願いします。私から一,応一番年上なので、あのー、私たちの中では両親世代が具志堅さんと同じくらいの年なんですけどもやっぱりこう沖縄から一番最初に私たちが物心ついた時の大スターっていうのはあの世代じゃなくてもやっぱり具志堅陽子っていう名前はすごく偉大で、あのー、本当に尊してる 関係していてやっぱもうチャンピオンということももちろん知ってますしあのもう本当に一番最初にお会いした時は緊張するくらい大スターだったんですけどもこうしてテレビで今バラエティで活躍しているのを見るともう親戚のおじちゃんっていう感覚にだんだんなってきたんですけどもでもやっぱりあの私たちの世代でも大スターっていう印象でですすんさはももうう大スターですもう同じくです。 なので共演したときにあの周りから具志堅さん、どんな方だったって聞かれたりするのでもう本当に本当に大スターです。本当にはい いや具志堅さんは本当に素晴らしい功績を残していて沖縄の誰もがもう具志堅さんの名前出したら一緒にこうやって共演とかするともうみんなが喜んでくれるくらいのすごいレジェンドの方でだけど、こう会ったときとか一緒に飲みに、ね、連れて行ってもらったときにはもう本当に気さくに心広くあの愛情を持って喋ってくださるのね。 本当にレジェンドだったのかなっていうくらいちょっと疑うくらいのすごく優しい方でこういう方が私たちの大先輩であるっていうことがすごく私たちにとってもあの嬉しいことだなって思いますしこういう人になってこう皆さんを笑わせていけたらいいなって思っていますあのもちろん本当にレジェンドですしあの具志堅さんがあの沖縄の人のイメージを何て言うんですかね 広めてくださったのもこの天然とか、広めてくださった天然でこう面白いイメージがついて、僕とかもバラエティとか、そのイベントとかで、あのまあ、変なこと言っても、笑ってくださるだったりとか、なんかそういうイメージをつけてくださったのが、すごくありがたいなっていうふうに思いますし、本当に尊敬しています。はい <laughs> いや、本当です。本当です。本当にすみ<う>ません。ヤンバルのスナックみたいになってますから。か大丈夫ですか。<laughs> はい。すみません。<laughs> いや、でも、本当に、あの、具志堅会というのもあって、具志堅さんが大好きなね、メンバー、メンバーで集まって、ご飯とかもするんですけど。あの、ね、何でも許してくれるから、ね、みんな調子に乗って、あの、もう、具志堅さんよって、こう、触ると、やっぱ。体感が強いから、全然、どかないですよう。でも、それぐらい、やっぱ。十三度防衛のチャンピオンでも、ある意味ね。 神の息の沖縄出身のレジェンドですからそういう意味ではもう尊敬しつつの楽しい、ね、皆さんでの飲んだりあのご飯したり、まあ、コロナ禍でできてないですけどそういういい存在だと思います、はいはい、三重線をそしたら右の方にお願いいたします徐々に右側にお願いします。